アルギス・チャプリカスは、リトアニアのエンジニアで、政治家。ビリニュス生まれで、ビリニュス市政や国政に携わっている。セーマス議員で、建設都市計画省や、環境省、保健省も歴任。1980年、第22中等学校を卒業し、その後5年間ビリニュス建築工科大学で学んだ。その後は建築業界で働いた。 1989年からサユディスに関わるようになった。その後1990年から1995年までビリニュス氏ユスティニシュケスク長を務めた。1993年からリトアニア中道連合の党員で、また党の設立者の一人。2003年にリトアニア中道連合が合併した後は自由中道同盟の党員。2005年から副党首を務め、 2011年から当主、1995年から1996年までビリニュス市議会議員、1996年から2000年まで国会議員、また、1996年から1998年まで建設都市計画省を務めた。1998年に建設都市計画省が環境保護省に吸収され新たに環境省が誕生すると、 ジャプリカスが初代環境省に就任した。1999年環境省を辞任。2000年から2003年まで再度、ビリニス市議会議員を務め、2004年から2008年まで再度国会議員。2008年12月9日から2010年2月10日まで保健省を務めた。妻はエグレ、息子はカロリス、娘はサウレ。ありがとうございます。